はい、今のスコアがコシミンが2オーバーです。2オーバー、はい、私が6オーバーです。はい、皆さん応募してくれましたかとか聞いちゃったりしてはい、この後5、6、7、8、9と5ホール、うん、また私たち頑張っていきたいと思いますので、うん、最後まで飛ばさずにぜひ見てくださいね。はい、はい、意気込みは意気込み、はい、なんかね調子はあまり良くないけど、パー5とかに助けられてたんですよ、うん、パー5 2つ終わってパー3も1個終わっちゃったので、うんはい、ちょっとここからパー4が続くので、はい、どうなるかなっていう、ちょっと頑張って2オンできるように頑張ります。はい、はいはい、じゃあ私もこれ以上、うん、トリーとかを打ちたくないなと思ってます。ボギーペースぐらいで頑張れば目標スコアいけるのかな。お、はい、2人とも全然まだまだまだいけます。大丈夫ですかね。はい、可能性あり、頑張ります、はい、頑張ります。ネックレス欲しいしね。そうですね、これ可愛いからね。クリスマスプレゼント、はい、そうそうそう、めっちゃ可愛い、ちょっと欲しいので頑張ります。はい、頑張ります。飛ばしすぎかな、大丈夫、大丈夫だけど、あ、大丈夫、大丈夫じゃないですか。いいとこ、ありがとうございます。ナイスショット、ありがとうございます。いい動画撮れた。お、わください、はい、あ、ありがとうございます。おー、ナイスショー、おー最高のところじゃない。ありがとうございます。ナイス、低めに出ましたか。足がね、はい、良くなってきてるよ。本当ですか、うん、回ってないですか、左足、うん、ここで止まりたいです。だいぶ我慢できる。よし、頑張ろう。このままあれじゃない、なんかカエチちゃん、はい、18ホール回ったら100切れるんじゃない。本当ですね、前からこの後100切り試験サンタでみたいな。サンタ、確かに、ね、なかなかいないですよね、うん、ないですよね、歴代ないかもしれない、うん、すごい難しい位置に飛べちゃった。右から行こうかな。いいよ、どこ行きました。届いてほしいけど。オッケーオッケーオッケー。あ、ちょっと手前。ありがとうございます。いいとこです。ありがとうございます。おー、ナイスナイス。ナイスナイスナイス。うん、まっすぐ。届いてる届いてる。大丈夫ですかね。いいとこですね。ナイス。よし。リスティでパーオンしないの辛いな。ショットの精度がひどいな。もうこのホールで落ち着いてくるんじゃない、はい、うん、きっと最初ね、バタバタしてたからね。バタバタしてました。もうちょっと落ち着きましたね。落ち着いてきたね。こういうの多いんですよね。もうちょっとなんだけどな。でこれなんかは左足上がりで傾斜がこうあるので、はい、少しボール真ん中目、真ん中目で体重左に乗っけないで、乗っけない、乗っけない、右足だけでちょっと素振りしてください、はい、このぐらい。そしたら傾斜通りにクラブが、あ、確かに行くの、うん、はい、このまま、このまま、このまま。まあまあもうロフトがあるので52だと、はい、まあまあ打っちゃっていいです。打っちゃっていい、うん、はい。おお、オッケー、もっと行くんだ、もっと落とするんだ、いけ、もっとそこが下るんだ。でもでもいい、ありがとうございます。なんかそこに一山あります。一山あるよ、一山ある、一山ある、ここに一山ある。もうこの山越えると結構下っちゃうんですかね。下っちゃうけど下っちゃっていい。下っちゃった、登りのパターン、ここに残すより下っちゃった方が登りが残るから。わかりました。思い切って、あの、はい、はい、打ってください。たまにこういうの見る。外してる、外してる、このぐらい。よし、ありがとうございます。すごいじっくりじっくり読んでよかったです。素晴らしい、ナイスパー、ありがとうございます。おー、ナイス。
で真ん中からいいでしょう。ラボです。よし、ちょっと強気すぎましたかね。いやいや、大丈夫、入ればいいんだよ。入れば OK。 大丈夫大丈夫。あ、行かないで、それじゃ巻かないで、行かないで。あ、行っちゃった。あ、行っちゃった。すごい傾斜ですね、あそこ。そう、すごい傾斜。神様、仏様、乗りました。乗りました。乗りました。大丈夫。登り登り、いい当たりだったのに。お、いい。これもまた左に。ちょっと行かないで。あ、惜しい。あれね、もうちょい右だったらドンピシャだった。本当ですか。いや、ちょっと左に出た。任せて頑張ります。はい、これも右に出た方がいいですよね。はい、そうです。右サイドに寄っけてください、ピンのね。はい。あ、やばい、こんなこと思って止まる。やばい。OK、OK、 大丈夫。ごめん。 OK。 あ、砂が。いいよ、やっとくよ。ごめんなさい、ありがとうございます。オーバーしてもいい。オーバーしてもいいんだ。頑張りました。ちょっとここら辺だったらまた帰るんじゃないかと思っちゃって。ナイス。強くてもいいやって。カイちゃん、この辺まで届、あのトントントンって届かしてくれたら、あと下っていくよ。わかりました。やばい、投げちゃいました。いやー、もったいない。はい、もったいない。もったいなすぎる。多いんじゃない？そこから、そこからスライスして。オッケーオッケーオッケー。うん、でもナイスタッチだよ。ナイスナイス。うん。いいんじゃない？当たる。あ、止まってよ。止まってよ。ほら。止まってよ。止まってよ。やろうか。大丈夫、はい、大丈夫。お願いします。大丈夫だよ。うん、自分を信じて。はい、はい、下ってるから当たれば入る。あ、もう一回いきます。あ、もったいない。はい、ボギーになっちゃいました。オーケー、ナイス。よかった、やっと上がりました。やっと上がった。ナイス、どうも。ありがとうございます。大丈夫。大丈夫です。オッケー。めちゃくちゃショートカットじゃないですか。あれで？だったとこ全然違うけど、大丈夫ですか。いいとこですよね。大丈夫ですよ。よかった。あ、お、同じ方向。これはちょっと右。ちょっと右じゃないですか。これは修復かな。大変な。サンタさん山登りです。サンタさんこういう感じ。サンタさん山登っていきましょう。わ、難しい。合ってます？うん、どうしてもこの眩しいのが入ってきちゃうから、はい、こうなんだろう、こう結果を見に行くんじゃなくて、はい、コンパクトに低いボールのイメージで行ってみてください。そしたら失敗しない。はい。見に行かない。最高。左目だけど、左目だけど持ってる？オッケー。見えない。乗ったでしょ。本当ですか。乗ったっぽい。行ってみましょう。ありがとうございます。オッケー。いいとこいいとこいいとこ。大丈夫ですか。頭は上がってましたが、なんとか
向き大事ですね。このぐらい。OK。はい。上げて、お、もっといけ、もっといけ。でもいい、いい、いいよ。乗ってる乗ってる。ナイスー。よし。ナイス、切りました。そう、100切れるんじゃないかって言ってくれました、都市民が。嬉しい。最後スライス、しっかり、しっかり。あ、出過ぎた。いや、いい感じ。あ、いい感じ。おお。あの打ちすぎたぐらいのスピードなんだけど、うん、先に当たったでしょ。先、そうです、そうです。ちょっと当たりが減速してくれた。でも、やだ、さっきと同じ。いや、大丈夫、大丈夫。さっきも同じよね。まっすぐだ。アイスですかね。うん、ちょっとスライス。カップちょっと左ぐらいですか。そうだね。はい。登ってますね。登ってます。はい。行き過ぎましたか。うん。この箱ですね。はい。一回ですよ。はい。でも短く持つと多分こうしたくなる。はい。長く持つと。こうワイパーみたいになっちゃう。はい、ちょっと撮影。はい。そうですね。はい。ナイス。ナイス。ありがとうございます。もうパターの教えてくれたんで今。いいな、気持ちいいな。そのドン。よかった。ドン。ドン、真ん中から。はい、右です。はい、トシミン、さっきの。さっきのリベンジです。リベンジ。全く同じです。2段グリーン上がってきて。はい。下りのでこっちの足、はい、左の足が低い、はい、イコールこう見てしまう、はい、なのでここにとどまったままストロー、まま、はい、以上、よし、ナイスです。ありがとうございます。アドバイスありがとうございます。リベンジ達成。下りは この状態のままあんまりヒットできないじゃないですか。だから最初からこう向いて怖いので少しこっちに向いてここで緩めちゃうことが多いので、このまま最初にこっちに乗らないでまずまっすぐしといて、ボールの右に軸を置いたままストロークをすると。自分は無意識にちょっと左に体重がかかって、うん、こうやって打っちゃってるってことですよね。そうするとストロークができなくなっちゃうので、はい、緩んじゃう。なんか確かに短い距離なのにあんまり芯にさっき当たってなかったんですよ。引っ掛けちゃって、はい、L 字パターっていうのはこういう、動きをするんですね。ちょっと円みたいな感じで、円みたいなね。なので、今かいちゃんが長く持って塔を上げて振ってた。その状態でまっすぐ、まあ、まっすぐしようとするとパターがちゃんと開いて開いてだって閉じてくれるのですごくこう距離が思ったよりも出ちゃう、はい、どちらかというとつま先上がりで振ってるようなパッティングになってで、これをそれではやりすぎて方向難しいのでまず、この位置でちょっと塔が上がりすぎてるのをほんのちょっとだけ塔が上がるぐらいにしようとするとこの長さで握ると離れちゃうよね。で、窮屈になっちゃうんでその分短く持ってくださいよ、はい。そうするとこのちょっとだけローテーションしながらストロークが安定します、はい、なんかまっすぐ打てますね、こっちの方が。そうあんまりこう引っ掛けなくなってくる。はい、そうそう。これが今まで、構えてたのがギリギリに持って、はい、塔が上がってた。そうですね、もうちょっとなんかそんなもんですね。で、そのままこうすると長いよね。はい、だから近くに立ちながら短くした。はい、そうです。そう、そしたら引っ掛けないで、はい、まっすぐ出ました、うん、芯に当たるようになってきます、うん、
はい、ちょうど旗です。はい、内緒です。素晴らしい。ありがとうございます。全然見えない。右に行った時に、はい、右に行っちゃいけないなって思わなくて、ここはもう右に行ってもいい。そうですよね。なんなら右の方が良かったまでありますよね。そうそうそう。だからもう振り切っちゃっていい。だからその恐怖感は、はい、置いといて、よし、はい、振るぞと。右に行ってもいいから、はい、とにかく振るぞって言って構えてあげる、はい。で、左に引っ掛けちゃいけないところは別の方法で、はい、あのやっていこう。わかりました。Okay、ちょっとだけ短めで。ちょっとだけ短めで、もう怖がらない。出たけど出たけど、あそこから大丈夫ですかね。問題ない。アプローチアプローチ。なんで左に引っ掛けちゃったんでしょう。ちょっと体が止まっちゃったかな。やっぱ怖いかったんですかね。つま先上がりだから左に行きやすいので、ちょっと右から行きます。気持ちいい。あれうまい。バーディーチャンス来るか。やばい、大きすぎる。止まって。あ、止まって。ああ、風道にはねちゃった。風道にはねちゃった。大変だ。頑張った。ありがとうございます。うん。あるある。はい。あ、左に。いいですね。立て。おお、ナイスキック。え、どこですか？今グリーン乗ったんじゃないかな。ですか？ダメだ、あの、あ、左にキックしました。左にキックしちゃいました。あ、右にキックしました。ドンマイです。
少しつま先上がり、左足上がりだから、ボールちょっと右にしてみて。ボールをちょっと右。うん、そう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 、はい、OK。 これですね。はい、いきます。あ、大丈夫かな。 OKOKOK。 ほぼ高菜、ありがとうございます。ほとんどなりましたね。よし、緩んじゃった。ここでスッと行けなかった。あ、戻ってきました。おう、止まった。あ、待てよ、挑戦してないよ。挑戦してないよ。やばいよ、次パーパットだよ。私これパターで行きます。はい、ちょっとあの嫌なので。はい、やってほしい、お願い。やだ。これボギーパット？え？これボギーパット？これバギーパットで。やだ。やだ。絶対に何としても入れたい。やりすぎた。お、うん、あ、あ、あ、うまい。はい。オッケー。これは、これはズルしても入れたい。なんかぴったし42にするって挑戦したみたいじゃない。そう、まあ、外したら42だから。本当ですか。さすがエンターテイナー。これいい、いいパッドね。そう、だ、外したら42って嫌じゃない。うん、いい、いい、オッケー。ナイス、ありがとうございます。コーチ、はい、コーチね、これってさ、大事なコーチ、曲がんないよね。ちょっと待って、ちょっと待って、コーチ、曲がるとしたらスライスかな。曲がるとしたらスライス。でも、サンタ同士がすごい助け合ってる。コーチ、いや、でも確かに曲がるとしたらスライスですね。でもカップ内側、内側のスライス、うん、上りだからね。はい、内側、うん、あの強気の内側できます。はい、41だから、ね、当てた人いっぱいいるんじゃない。私は多分、うん、絶対いると思う。42目標だから。あー、よかった、挑戦したって思われちゃう。ぴったり42になるとこだったかもしれなかったですもんね。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。それでは視聴者の皆さんが気になっているスコアを発表してください。はい、はい、じゃあ、としみんから。41でした。素晴らしい、ありがとうございます。目標より一打少なく上がりました。緊張した。素晴らしい。さすがです。ありがとうございます。さすがです。当てた方いるかな？いるかな？そして私が56でした。はい、うん。どうですかね？当てた方いますかね？ちょっと目標には届かずだったんですけど。うん、ね、でも最初ね、はい、50いくつって言ってたもんね。はい。だからそこから想像した人がもしかしたらいるかもしれないなと思います。ね、うんうん、ね、会社は前半が良かっただけに、もしかしたらそれを見て、うん、あれ50、49。あ、確かに確かにボギーボギーボギーとかで来てたもんね。そうです、そうです、そうです。だからちょっと裏切りみたいだったらごめんなさい。裏切りみたいだったらごめんなさい。裏切り来い。はい、どうですかね、会社は100切り試験に向けてこう課題みたいなのを持って見つかりました。はい、あの今日本当にパターが全然入らなくて、途中で、うん、あの山本コーチにこう持ち方のところから教えてもらったりはしたんですけど、ちょっとパターの改善と、うん、あとはちょっと崖を越えて反対側まで行ってしまうみたいなこともあったので、あんまり そういうミスショットがないように安定していけたらなと思いました。はい、としみんはどうですか。はい、カイチちゃんと待って、いや今日初めてだったけど、でも今日なんか時間がなくて結構お互い別々で、なんかあんまりそんなにグリーンで合流みたいな感じだったので、ちょっと今度またゆっくりねゴルフしたいね。はい、楽しかった。でも楽しかったで す, たです。はい、山本コーチはどうですかね、お二人こう二人と一緒に行って初めてだと思うんですけど。はい、としみんはもう本当に、あの、ね、どんなトラブルになってもやっぱり安定してそれを修正する力があるなと思いました。ありがとうございます。
かいちゃんもとっても上手になっていて、あと今日見てもらったら分かるように、少し崩れた時に自分で自分のその元の位置に戻れる練習を今後100切りになったら課題にしていくといいのかなと思いました。はい、はい、頑張ります。はい、スコアを外しちゃった方々も皆さん今からもうバンドーマン青山さんの店舗に向かって、私たちがつけてるこのネックレスぜひチェックしてみてください。トシミンもスコアね、あ、そうか、クリアしたから、もしかしたらお揃いでゲットできるかもしれないので、そちらもチェックしてみてください。さあ、バンドーマン青山様の詳細は概要欄に貼っておきますので、ぜひそちらも見てみてください。はい、はい、今日は皆さん、今日は、はい、山本コーチもお疲れ様でした。ありがとうございました。遅い時間までありがとうございました。ありがとうございます。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらとなっております。また見てください。